ちゃいき年末スペシャルライブの見どころを皆さんにご紹介したいと思います。この日は昼と夜と2回ステージやるんですけど、それぞれコンセプトや演奏曲が違っていてですね、今日はまずお昼の部の見どころを皆さんにご紹介したいなと思います。はい、昼の部はですね、なんといってもじゃん、昭和同様戦時歌謡曲中心、おじいちゃんやおばあちゃんの口ずさんでいた曲を中心にライブをさせていただきたいなと思ってます。なのでじゃん、演奏曲の歴史の幅が広すぎる。この日は私が今年作ったオリジナルの曲も歌わさせていただくんですが、その曲が平成30年で一番新しい曲です。そして一番古い曲なんですけど、これがまたいつに作られたかわからないんですよ。なので長いです。まあ、そしてそんな曲たちを今回はじゃん、豪華バンド演奏。4月にですね、アベノハルカスでライブさせていただいた時にはですね、アコースティックバージョンやったんで、まあ、アコースティックギターとあとキーボード、そしてギグピグっていう花本みたいな楽器なんですけど、その3つで演奏させていただいたんですけど、今回はキーボード、ドラム、ベース、エレキギター、全部、たくさんの楽器たちと今回演奏させていただきます。なので今回歌う予定である愛国行進曲、そして月月火水木金金、この曲はまた違った迫力のあるバンド演奏が聴いていただけるんじゃないかなと思います。見どころたくさん。はい、ということで今日は昼の部の見どころをお話しさせていただいたんですけども、私はですね、本当に今までこうやって歌ってきて、戦時中の歌も、たくさん歌ってくる中で、すごい喜んでくださる方もいらっしゃったし、中にはやっぱり怒られることもありました。女が歌うな、若い人間は歌うもんじゃない、戦争がしたいのかとか、まあ、いろいろ言われてきたんですけども、でもやっぱり私はおじいちゃんと一緒にこういう当時の歌謡曲を、戦時歌謡曲を歌って、おじいちゃんが満面の笑顔で一緒に歌ってくれたっていうのが未だに心の中に、残っているし、忘れられない、思いがたくさんあって、なのでこういう歌を歌っていると、天国にいるおじいちゃんとこう触れ合っているような、そんな感覚にもなって、そういう思いを心の中でも抱いています。そしてライブで歌っている時とかにも涙を流して聴いてくれる方々もいらっしゃったり、さっきも言いましたが、そんな歌を歌って戦争がしたいのかっていう意見もありましたが、とんでもないです。私はむしろこういう歌に出会って、より一層戦争を絶対に起こしてはならないなって強く感じましたし、平和への思いをたくさん感じました。おじいちゃんおばあちゃんの勇ましさへの感謝と平和を願う思い、大きく分けてこの2つを胸に抱いて、これからも歌っていきたいですし、12月9日はそういった思いを皆さんと共有していきたいなと思っています。